メテルミコックスセングリー演出は中国の油田から発見されたメタン生成、古細菌である。2007年に中国の勝利油田より分離された。現場環境は海面下1680、1800メートル、75摂氏80度、約91気圧である。基準株の記載によると、50摂氏70度で増殖する弁網を有する、いやけ従属栄養性の高熱菌で、 0.7から1.0マイクロメートル程度の大きさの球菌。メタノール、メチルアミン及びトリメチルアミンからメタンを生成するが、その他のアルコール、酢酸、ギ酸、ジメチルスルフィド、水素、二酸化炭素などは利用しない。その後の報告で、この種は他の加工ものも利用するようである。これまでメタン菌は比較的単純な機質しかメタン生成に利用しないとされてきたが、 2016年に石炭を構成するメトキシ方向属化合物から直接メタンを生成することが報告された。少なくとも基準株の ZC-1 株が34種類、アマム株は35種類のメトキシ化合物をメタン生成に利用でき、実際に石炭倍地でメタンを生成することもできる。天然ガスや石炭層のコールベッドメタン生成に関与する。 可能性もある。ジェン、エル、エトール、メサーミコッカスシェングリエンサスジェン、ノベンバー、SP、ノベンバー、A、サーモフィリック、メチルトロフィックメタノーゲンアイソレーティッドフロムオイル、プロダクションウォーター、アンドプロポーザルオブメサーミココチファーム、ノベンバー。INT、J シスト、E ボリュームマイクロビアル、57、2964から、Q、ドイ、 10.1099、ズ零0.65049から0、プミド1 8百4万8758、マユミ、D、エトール、メタンプロダクションフロムコールバイ、A シングルメタノーゲン。サイエンス354、2964から9、九ドイ、10.1126、サイエンス、オフ8821、プミド2773万8170、 石炭を天然ガスに変えるメタン生成菌を発見。ありがとうございます。